い、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も、うるせえ兄さんの動画ご覧いただきありがとうございます。今回はですね、兄さんが質問を受けたということで、あのインスタの質問箱、はい、どういった質問でしょう。まあ、ここに今出てると思うんですけど、なんでロシアはウクライナの大統領を暗殺しないのっていう。はい、この動画を見てる方、いつ見てるかというのはちょっと把握していないんですけど、それは分かんないですけど、今現在3月半ば過ぎてロシア・ウクライナ問題がなかなか終結しないという現状で撮影をしております。はい、あんまり答えたくないですよね、怖いからで、ただ言えるのは、はい、暗殺したいかどうかで、ロシアが仮にゼレンスキーさんをスペツナズを派遣してまでもう暗殺したとしてもいいとも言えないですよね。先のこと考えれば、死ぬと大義名分が成り立っちゃう、正義になっちゃうので、はい、そうですね。今のウクライナの状態から考えると、ゼレンスキーさんはある意味カリスマ的な部分が出てきてしまってるんで、そう、もしここで暗殺に例えば成功したとしても、死んだとしても、ウクライナとして降伏するのかしないのか、はい、ってなってくると、そう、逆に英雄としてしまう可能性もあるということですね。暗殺はしたくない、だけどもしようともしてるんですよ、ロシアは。はい、なんか一部ではなんかスペツナズが突入したりとか、はい、それに合わせてヘリなどで侵入しようとして撃ち落とされたりとかっていうニュースなんかも、はい、あの未確認ではありますけど、やっぱり流れてはいるんですけど、一部のスペツナズが今回もあの暗殺作戦やってて失敗してる。で、失敗してるのはスペツナズが弱いわけじゃなくて、もう世界中からね、特殊部隊、いろんなグリーンベレーとか、はい、あと他にもデルタフォースすごい人だとか、SS とか来てるから、まあ。そうですね。あとはまあ本当に世界中からの、はい、この衛星とか、はい、そういった部分でも完全に場所まで把握されてしまっている。そうなんですよね。今、結構ロシアの暗殺の話が多いけど、プーチンさんも暗殺されかけてるんですね。で、プーチンさんって基本的にクレムリン、はい、やっぱりそっちの方が安心できる場所なんですね。プーチンさんがその30年20年ずっと一緒にいたスペツナズの人たちともずっといられる場所、はい、モスクワってすごいスパイだらけ、 NATO の西側のスパイだらけで、お互いロシアもウクライナもスパイに怯えてる状態。実際のプーチンさんがこの紛争中もなんか宮殿のようなところで面会をしてるとか、はい、会議してるとかっていうシーンありますけど、まはい、ものすごく距離が離れてますもん ね、あの一緒にいる人と、はい、あれはなんか暗殺を恐れてっていうのがよく一般的には言われてますけど、やっぱりその通りということで、暗殺の武器ってすごいんですよね。もう今すごい小型で、はい、撃っても音が聞こえづらいし、刺さった時に弾が消えるんですね。消える。で、あんまり言わない方がいいですね。これは証拠が残らないですね。心臓発作に時間が経ってなって死ぬから、病気に見せかけて殺すことができる暗殺銃とか今いっぱいあるので、はい、という夢を見たということですねその方がいい、はい、そうなるとやっぱりね、細心の注意が必要になってきて、はい、うん、何の話だっけな、あ、そうだ、暗殺部隊、一括りにスペツナズ、スペツナズって、うん、で、まあ、私なんかはなんかこう飛び出すナイフのスペツナズナイフとかのイメージがあって、あ、そっちのね、はい、すごい、なんかすごくなんか強い集団っていうイメージがあるんですけど、あ、そっか、そもそもスペツナズの説明なんだっけな、スペシャルナヤナズナチェニアだっけ、あのっていう長い名前を略してスペツナズ、はいはいはい、なんか我々の一般的なイメージから言うと、スペツナズっていうと一騎当選のなんかすごい集団であれはもっていう特殊部隊っていう意味ですね。なるほど、あれ自体が、なるほど、じゃあ、うん、スペツナズっていうのは別に一騎当選の集団ってわけではなくて、部隊名としてのスペツナズ、うん、そう、特定の集団部隊じゃなくて、もう特殊部隊はみんなスペツナズ、まあ言うならばもうみんながみんなもうそういうのに特化してる人じゃなくて、当然事務方もいれば、あ、はい、経理する人もいるしっていう、いっぱいいますね、はい、それも含めてスペツナズっていう認識ですね、はい、そうですね、はい、キエフにこう入り込もうとしたスペツナズ、キエフにもいるし、はい、クリミアにもスペツナズすごいいたんですけど、はい、はい、で、まあネットなんか見てると、スペツナズよえーとかっていう、なんかそういうのがたまにね、あのコメントとかありますけど、実際どうなんですか。あのロシアの特殊部隊ですよね、はい、で数も限られるわけですよ、はいはい、一国の特殊部隊なんで、それに対して NATO っていろんな特殊部隊いるじゃないですか、はいはい、そりゃ難しいっすよあとあのスパイも結構大きいと思います、存在価値は。あの普通暗殺するときって特殊部隊が来る前にスパイが現地で情報を特殊部隊に教えるんですね、そうして初めて特殊部隊が送られる。なるほど、つまりスパイの動き次第で特殊部隊が入れるか、はい、強いか弱いか決まるんです。なるほど、じゃあ逆に言うと今回は
キエフに入ったスパイが、スパイが、ここならいけるぜっていう情報を流して、行くぞと思ったらそこももうバレていた。の可能性が高いっていうことですね。なるほど。結構いいところに。はいはい。いいですね。はい。着弾点。で、ところでスペツナズが、まあ一部隊で、まあ当然その強い人たちとか、はい、まあ事務方とか、まあいるっていうのは今聞いたんですけど、実際そのスペツナズの中でも、なんか一般のイメージのスペツナズ、はい、ものすごく強いようなこの、ああ、はい、集団みたいな、そういう人たちっていうのはいるんですかね、うん、もちろん パルチザン の山岳の人だとかすごい強いと思います。なるほど、はい、そういう人たちは今回は動いてはいないんですか。だいぶ最後に動くと思います。それはあその人たちの部署とかによると思うんですけど、そのアルファ、はい、アルファっていうのは FSB の人たち、はい、そのすごい最強のスペツナズがいるんです。スペツナズ、最強のスペツナズ、強そうですね。スペツナズの中でも、もう本当に人家の存在が、はいはいはい、ロシアの最強暗殺機関にいて、はい、名前が、はい、KSSO アクス。そっちはなんか問題のような気もするんですけど、コースゾーで攻めて覚えて。ああ、なるほど。まあその KSSO ですね。あんまり、まあ、どう読むかはまあ皆様にお任せします。はい、はい、その人たちはまだ戦場には出てます。出てるかどうかは、まあ、分からないっていうのは、まあ、まあ、ただちょうど今の時期に出る可能性が高い。なるほど、これからに。今までいろんな暗殺に失敗してるから、はい、そのゼレンスキーさんのね、はい、だから今最終手段として出てくる可能性が高い。いよ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 ここでゼレンスキーねーって行くわけですね。来ちゃう、こっち来ちゃう。戦闘の流れによってどうなるかっていうのは、まあ本当にさまざまな議論が出てますけど、うそうですね、実際どうなるか兄さんの予想も踏まえて次回の動画でちょっと話していきたいと思うんですけど、どうでしょうか。はい、いいですよ、はい、やりましょう、はい、では、次回の動画では、兄さんと読み解く、今回のウクライナ問題、ちょっと話してみたいと思います、はい、実際終わってみたら、あ、全然読み違えてましたってこともありますので、はい、お楽しみにお願いします。あくまで個人の主観なのでよろしくお願いします。はい、では、バイバイ。